Welcome to America, baby! みたいなことで、ここ生まれ育ちなんだけど。女の子の夢が叶えたみたいな。日本語で言う女子力は、英語で言う girl's power と意味完全に違う。美意識ゼロだよね、海外の人。アジア人がやっぱすんごい人気なわけ。日本人女性とか。いつか私の時代が来ることを願って、嬉しい。はい、皆さんどうもこんにちは、アシアです。そして今日は私の誕生日会ということで、美女たちにたくさんお集まりいただきありがとうございます。本当にたくさんお集まりいただいたので、フレームに入りきれない美人たちもね、この辺にちょっと観客席にいらっしゃるんですけど、はい、ありがとうございます。今日はとりあえずこのメンバーで、せっかく集まったので、いろんな国の人が集まって、ちょっとどこの国か一回なんかそれぞれ言いますか。じゃあロシア、イギリスと日本、日本代表として今日は、はい、プエルトリコです。アメリカとインドです。オーストリアです。アメリカです。メキシコです。はい、そんな感じでね、もう欧米、南米、ラテン系、まあインドだったり、ティアナ日本の代表として、それぞれの国でどんな人が美人、どんな人がイケメン、どんな人がモテるか、そのビューティースタンダードとかについても話したいし、日本とやっぱり海外で結構違うよね。違いますね。日本来てからびっくりすることあるし、いろいろそういったことがあると思うので、そういった話をぜひ聞きたいと思います。前もちょっと触れたことがあって、結構その動画大人気だったので、どんな人がモテるか、まあ、楽しく女子トークを話しましょう。じゃあ前回ね、あんまり喋ってなかったけど、じゃあアイリーからいきますか。あと多分エイザゴンサレスって来たことがありますか。うん、確かにめっちゃ美しい。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。違う雰囲気も、ベリンダっていうブロンドだから目。ああ、確かにちょっとロシアにもいそうな顔。確かに。誰が一番人気だと思って、一番美人的に、そうですね。男性どうだろう。なんか頭でできたのはマルマとか。あ、マルマと、なんていうバッドバニーとか。でも二人ともメキシコ人じゃないから。じゃないけど人気だと思う。かっこいいで、ヒゲもめっちゃやっぱヒゲもないし。あ、多分これがいいっていうのはやっぱり白毛。なんか肌がもっと白くだったら、あ、それ美人だと思われる。そうなんだ。じゃあ本当に一緒なんだね。確かにこの前メキシコ行った時ちょっと言われてたんだよね。ねえ、なんかウェリータ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 って言われてて、ブロンドで可愛いなってよく言う。でブロンドのメキシコ人もいるから、いるね。そっちが人気かな。よりレアなものがなんか綺麗っていうことでもあるのかな。そうかな。それ一番人気。普通ならまあ髪が長い、うん、女の子が髪が長いとか、あ、やっぱり化粧もちゃんとするとか、あ、スタイルっていうか多分セクシースタイルかな。グラマー系か。そうそうそう。なんかリップもなんかすごくなんていう派手な濃い色、うん、そう濃い色とか、うん、真っ赤みたいな、真っ赤とかも、プエルトリコとか、まあ、カリブ海、そこの海はどうですか。まあ同じぐらいと思う。みんなバッドバニーはタイプ、あ、めっちゃタイプ。そう、あれ私も好きだよね。私も好き。あ、タイプじゃないけど好き、かっこいい、ちょっとセクシーすごいテンション上がってる。わかりやすい。女の子はあと、まあ、お尻大きいとか、やっぱりそれはね、ボンキュッボンみたいな、ボンキュッボン。そんな感じ。なんか海外で確かに、まあ、多分アメリカとか、まあヨーロッパとか、その方がいいってなんかあるでしょ、ボンキューボン。そうそうそう。だけどなんかそれ日本人から聞いたことあるのが、ロシア人ってなんで前から見て痩せてるのに後ろから見ると太ってるっていう。ひどいな。それってお尻が大きいから。そうロシア人は目立ってる。多分ラテン系よりはお尻大きくないと思うけど、まあやっぱり多少お尻が大きいとね、そうだから後ろから見ると太ってるっていうのは、なんで後ろが大きいっていうのは太ってるということになるんだろうなって。そうなんだ。お尻が大きいっていうのはすっごい強い人も筋肉ついてる人もいるし、なぜそれが太ってるっていう意味になるのかなってずっと前から思ってた。多分なんかお尻大きいで、あ、ありがとうございます、ね。それがいい。
そのちっちゃいのが多いと思うから、うん、それでその方がいいみたいな。それがそれがなんかスタンダードになってるから大きかったら、うん、おーみたいな。かな。だからヤナちゃんも動画でやってたのは日本であのパンツとかスカートにお尻入らない時あれ入りきらないよね。ウエスト細いのになんかここでズボッと入らない。めっちゃわかる、めっちゃ。なんか上がったとしてもここブカブカみたいな。GU とかユニクロだと事故らない。ごめん事故った。誰かおっぱい見張りして。なんかスタッフさん横からねあのフリフリが邪魔してるから見えないんだよね。あ、そっか、ボールがあるから。おっぱいのサインとか。ちょっとお尻からおっぱいに話がずれたんだけど。まあまあ どっちもいいですよね。いいね、手が滑った的なね。手が滑った、うん、でも面白いなって思うのはインドは特になんか全然なんか太ってるイコール若干いいみたいな感じがあって、やっぱインドってもう大きい国だしもういっぱい人がいるから、痩せてる方がなんかご飯ちゃんと食べれてないみたいなイメージがあるから、もうちっちゃい頃ずっとみんなおばちゃんとかにもういっぱい食べていっぱい食べてみたいな感じ、ちょっと太ってるぐらいが綺麗みたいな。まあもちろんなんかおっぱいとかお尻が大きい方がいいって感じだけど、だいたいちょっとなんかぽっちゃりしてる方が可愛いみたいな感じはすごいある。あ、昔のヨーロッパみたいな感じなのかな。昔のヨーロッパの絵とかを見るとさ、ちょっとぽっちゃりじゃん。確かに、確かに。それが昔の美のスタンダード、なんかお金があってちゃんとご飯が食べれて綺麗みたいな。あるね。多分そこ似てるかも、ね、面白い。そうだよね、昔多分そんな感じで。でもラテンの国もちょっと太って出るアゴルディタぐらいの方が、まあそうですね、うん、なんかキューバとか、うん、なんかマヤミで、うん、サウスアメリカンです、うん、とキューバ人とか、うん、それの方が好きかも。でも日本代表として日本は全然そこは違うよね。もう日本はなんか痩せてれば痩せてるほどいいみたいなのを感じるんだけど、すごいプレッシャーだよね。でも男性側からしたらなんかちょっとあのあった方がやっぱ意義あり。まあそれも多分細い方に入る、多分そのなんか男性が求めるムチムチも結局女性から見たら細い方に入る。それは間違いない。男性よりはちょっとムチムチした方がいいよねって言って、でも全然細いから。そうそうそう。あのスイートインタビューで誰かいたんだけど、うん、なんか一人男がなんかなんで女の子は全然食べないのとか言って、うん、なんかヒーローみたいになんで女性は食べないんだよとか言って、うん、でじゃ あの理想的な女性の体重はいくらですかって聞くと、うん、まあ40キロぐらい。多分9歳ぐらいの時40キロだったかもしれないんだけど。まあでも基準が分かってないのもあると思うけどね。基準が絶対理解しない。そう、キロでいくつ、うん、っていうのはちょっとだって性によるでしょ。そうね、日本人ちっちゃいから日本人なんか40キロがいいって言ってるんだけど、なんか女性は160、身長160で、うん、まあ40キロ、いやでも40キロ150じゃないと。40代、めっちゃちっちゃいじゃないときついけど、うん、ありえなくないって思ってるけど、まあまあまあ、あとなんか60キロ無理でしょ、から無理みたいな、うん、外国人的に無理。なんか BMI とかで行った方がいいと思う。確かに。私が思うのは普通に見た目じゃないですか、うん、そうだね、どう見えるか、あの体つき綺麗だったら、うん、私太ってるっていうちょっとコンプレックスだったけど、今なんか別にこの方がいいじゃんみたいな。そう、全然そう思う。人によって自分に合う体重とか体型ってあるんだろうな、うん、なんかこれ以上痩せれない人とかもいるだろうし、うん、なんかその元々決められてたっていうか、その元々、うん、この人はちょっとぽっちゃりであるべきだみたいなものあると思うんだよね、遺伝とか、うん、ありそう、ありそう、 DNA 的にとか。ヨーロッパとかはあのオーストリアとか、うん、綺麗と言われる女性はどんな女性、ついてはこの前話したけど、まあ、女性と男性、うん、まあ、女性やったら白すぎない方がいい。あ、焼けてた方がいい。私ももう散々言われてきたんだよね、お前白すぎやろみたいな。いや私も白すぎ、そう言われるし、壁みたいやんみたいな言われて、死体みたいって言われない。お化けお化け、そうそう、あれなんか体調大丈夫とかって言われたりするし、言われる、あれなんか
外出てなくねみたいな外遊んできなみたいなよく言われるから、オーストリアに行った時になんか友達からあなんかタウン綺麗だなって言って、あそうそう、あ、ありがとうございます、これで生まれたこれぐらいこれぐらいがすごいタウンなんだけど、そうだよね、ヨーロッパでそう、これぐらいちょうどいい感じで、びっくりした。なんかラテン系の人たちとか、まあ、スペインの人たちとか、すごい憧れあるんだよね。学校でその、まあ、普通に夏だと短パンとか履くじゃん、うん、それで学校行ったらめっちゃ笑われてたんだよね、真っ白だから、そうそうそう、え、壁の横立ってみようみたいな、だってあの金髪っていうこともあるけど、うん、あの小学校の時のあだ名はブリーチだった。ブリーチ、はい、白すぎて金髪って でもたくさんいるんじゃない、ね、でも特に多分白かった、そうそう、他にもいたよもちろん、うん、私だけじゃないのに、うん、なんかブリーチって言われてた、ちょっと肌が焼けてた方が良かったりとか、うん、まあ、髪の毛一般的に言うとちょっと長めが良かったりとか、うん、まあ、人によるけど、なんか日本でボブ短いスタイルって結構流行ってる、あ確かに結構人気あると思う、そうだよ、すごいボーイカットとかでもよく見かける気がする。アメリカだったらそれ本当になかなか見かけなくて、前髪とか、うん、確かに、あ前髪ない方が多分人気、絶対そう、前髪ない、そう、みんな前髪ない、みんな掛け毛みたいな、子供っぽい、そうっていうよね、そう、なんかね幼く見えちゃうんだよね、幼く、うん、まあ、あとなんか髪の色に対してはそこまでないのかな、まあ、うん、金髪がね、ブロンドがちょっとなんかねやらしい目で見られることはある、やらしいんだ、やらしい、興奮しないでもうちょっとセクシー系だけど、そう、女の子っぽすぎない感じ、あ、なんかその日本でいうぶりっ子とかあったらえへへみたいなとかは、うん、多分あんまり受けが良くないんかなって思う、うんうん、てかいる逆にそういう人、いないね、いないだろうね重要がないから、見たことない、重要がない、ね、見てから、あ、なんか女の子ってすごい女の子すごい女の子、なんかハートでリボンでいっぱいあって、いやこれ前可愛いけど、可愛い、見かけない、話したんだけど、日本語で言う女子力は英語で言う girls power と意味完全に違う違うよね、英語のガールズパワーっていうとなんか女子も強いよ、女子も女子になれるみたいな、ガールボスみたいな意味になるんだけど、日本語で言うと女子力って言えばなんていうの、服が可愛いとかメイクが得意とか、そういう料理が上手、料理が上手とかすごい伝統的な女性みたいなイメージになるから、なんか日本に来たらもっと女性に、女性になんないと、なんかちっちゃい頃ってさ、すごいプリンセスが好きだったりとかあるじゃん、でなんかそのちょっとまあ10代になってきて、なんかその、あ、自分が女の子ってことちょっと抑えないと人気がなくなるのかなみたいな、なんか抑えてきて、ね、日本に来たら、あ、女の子っぽくていいんだみたいな、うん、そうそうそう、めっちゃそれは、ワンピースとか、そうそうそう、リボンとか、そうそうそう、なんか女の子の夢が叶えたみたいな、ね、そうだよね、逆に嬉しいね、そうそうそう、嬉しいね、でも気分によってね、ちょっとなんかかっこいい感じでイエーみたいな時もあるけど、なんだろう、もうちょっと自由に自分の表現できちゃうんだよなって思う、そのファッション的に日本だと、え、じゃあ例えばなんか今日みたいな服オーストリアであんまり着ると、着る人いないかな、うん、少ないね、うんうん、ちょっとガーリーすぎるのかな、うんうん、そうだね、ピアスもめっちゃ可愛いし、ありがとうございますまあ日本だからできるでもさ、アナイアも日本に来てから、うんうん、あの女の子っぽくなったファッションが、メイクとかって言ってたよね、なった、めちゃくちゃなったなんかでもやっぱ思うのは、まあ、東京だけかもしれないけど、ちょっとおしゃれしないとあんまりいい対応されない、うん、あそうなの、若干、いや、やっぱ対応が違う、本当にちょっと可愛いなんかドレスとか着てると、なんかそれになんかエレベーター、いやどれですかみたいな感じで言われるけど普通にフーディーだったらマジで無言あ、ちょっとおしゃれでいいですかみたいな、だからそういうなんかちっちゃい違いはマジであるなと思って、自分の生活のために可愛くしてる分はすごいあって間違いないそう、言われてみれば確かにそうだね、そうで、やっぱでもアメリカ帰ると私すごいやっぱデフォルトが、まあ、みんなレギンズに、まあ、T シャツとかめっちゃラフなんよ、もうメイクもそんなしないし、だからもう帰るたびにむしろこうやって可愛く、なんか例えばこれもっとなんか、まあ、ドレスみたいなのだったら正直怖い強盗されるかとか
私一回さ地元に戻ってて、なんか東京に住んだ後地元に戻って、普通に、まあ、東京みたいなファッションしてると、うん、なんか知らない人に Welcome to America baby みたいなこと言ってなんかここ生まれ育ちなんだけどここ私の地元なんだけどなんかウォフーみたいなWelcome to America baby みたいな絵を描いてますけどって何人だと思ってんの。なんかナンパされたっていうかよりもなんかちょっとここの人なんだけどって悲しくなって。そういうこと。男ってなんでそんなこと言うんだろうね。それな、いや日本でそういうそもそもキャッチコールみたいなのはないね。ナンパはもっとあるけどね。街で男が何も言わないのは確かに突然叫べないね。メシコでそういうのある？あ絶対ある。めちゃあるよね。なんかめちゃあるよ。足も出てもあなんか誰かから言われるあるいはなんかチュッシュってうーやだやだやだどんな格好してもする女の子だったら絶対言う。そうそうそう絶対されるね。えーえー、ベイビーみたいな。そう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 。うわー気持ち悪い。おえマミーなそうみたい。うわーキモいわ。気持ち悪い。車、まあ、車からも運転しながらでも逆に日本ってナンパする人って若いなと思ってびっくりした。確かに。うん。でもみんなに声かけまくってるけど、アメリカはもう普通にめっちゃいいなって思ったらその一人だけに話しかけたりはするけど、大体おじさんばっかり。でも日本は本当に普通に若い人だけど死ぬほどいろんな子に声かけてるし。世代によってちょっと変わると思うんだけど、うん、まあ前までは結構その男っぽいひげ生えたりとかちょっとがたいがいいとか、まあ、短髪みたいなことが多かったんだけど、まあ、最近ねその Z 世代とかで言うと、まあ、ちょっとね K-POP とかのインフルエンスとかでちょっと髪の毛が長かったりとかちょっとパーマかけたりとかもいるから、うん、そういうのとかファッションもちょっと派手にしたりとか、うん、そのはあるんだけど、だでもその Z 世代以外ってなったら、まあ、やっぱりなんかそのシンプルな感じが多いのかなと思う、うんうん、ジェントルマン。そうだね、まあ、性格的に言うとジェントルマンだったりとか、あとなんだろう、胸のヒゲ、さ胸のヒゲじゃない、あそれはお母さん世代全体的にそうなんかよく知らんけどさ、胸毛が好きだったりとかもいるんだよね。胸毛好きな人いない。無理あませんでした。無理無理無理大否定。強い感じ、うん、やっぱ男らしい、なんかちゃんと男らしい、まあ、男らしいは何ぞって話なんだけど最近。そうだね。日本と全然違うよね。そうそうそう。じゃあアメリカどうですか、うん、あのねアナイアもこの前言ってたけどめっちゃマッチョで筋肉でヒゲで、アビーも、うんそうね、なんか昔からそういうマーベルのスーパーヒーローみたいな人がそうだったり、キャプテンアメリカだったり、そういう人がなんかザ・アメリカ人男子みたいな感じでそれが一番モテたと思うんだけど、まあ多分オーストラリアに似たような感じで、まあ、今になって特に Z 世代がそういうちょっとK-POP の影響で、今 BTS は本当にアメリカで大人気だし、こういうなんかふわふわ系の髪の毛とかがすごい流行り始めてて、なんか昔そういう男の子がそんなに自分の見た目にこだわりがあるとそれゲイだと思われたことが あって、なんか本当に男っぽくいられないって多分男子が思ってたんだと思うんだけど、まあ、今になってもうちょっと自由になっているからこそ、まあ、いろんな、なんていうエクスペリメンテーションというかいろんな加工してみる人がちょっと増えてきてるんじゃないのかなって思う。で私はもうずっと前から K-POP 派だったんだからもうすごいありがたいっていうか、いやアメリカ人男性がやっと頑張るようになってきたんだって。もう今まではなんかパーカーでスウェットみたいな感じだったんだけど、やっとかっこいい服着てくれてるなって本当に思ったね。なんか美意識ゼロだよね海外の男性。そうそういや海外の男性はそうだね。そう、ロシア人はめっちゃそれは思うけど、日焼け止めすら塗らない。いや絶対顔も洗わないよ。確かにね、洗ってない。なんかその5 in 1シャンプーで全部
あるあるだよね。歯磨き粉にも使えちゃうよみたいな。ちょっとこういう風にいろいろ海外の事情、ビューティースタンダード、どんな人がイケメン美人って言われるか、どんな人がモテるか、 あとアビーが言ってた、やっぱアメリカで性格強い女性がモテる、うん、スポーツできるっていうのは、うん、そうなんかでもアメリカってやっぱそのいろんな一緒になんかキャリアの話したりとか、うん、将来の話とか経済の話したいっていう男がやっぱ多い気がするから、うん、なんかもう可愛いなんかプリンセスみたいな、ディズニー大好きみたいな子があんまりモテないなんかもう全然もうガーリーすぎてなんか無理みたいなみたいな、あとなんか子供と付き合ってるみたいな気分だから、それは好きじゃない、なんか一緒になんかやってるみたいな、うん、それ多分ちゃんと夢を持って何かを追いかけてる人がかっこいいって思われるのもと、そうそうそう、あと、まあ、本当に自分の意見をしっかり言える人、なんか言えない人だとちょっと面倒くさいってなると思う、くさい、もちろん人によってまだそういう伝統的なハウスワイフとか欲しい求めてる人はいると思うんだけど、まあ、一般的にもうちょっとなんかイコール平等でいたい人が多いって思うんだよ ね。でも若干下にはちょっとね、若干1ミリ2ミリ、アジア人がやっぱすんごい人気なわけ、日本人女性とか中国人女性とかやっぱ人気なのが、頭いい、めっちゃキャリアできる、でもなんかちょっとこうなんだろう、一歩引いてくれるみたいな感じがやっぱ好き なんかレベル感、そうそうそうっていうのはやっぱあるね、アメリカは。じゃあいろいろこういった話を聞いて、リアナは日本代表として何か思ったことありますか？でもさ、海外と日本って全然違うなって思うよね。思う。でもやっぱりさ、なんだろう、日本もさ少しずつさ、なんかちょっとこう女性の強さをなんかこう、何好んでくれる男性も増えてきてるっていうか、なんだろう、思ったのがさ、なんかどこの国もさ、なんか自分の国のスタンダードと違うものになんか憧れる感じなんだね、うん、そう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 、なんかそれがやっぱそう、なんか隣の芝は青いみたいなさ、うん、感じで、なんかそれは日本でもそうだからさ、うんうん、なんかどの国も一緒なんだなみたいな、うん、ないものねだりね、そう、ね、人類共通みたいな、うん、面白いと思いました。でも日本で人気な女性ってやっぱりなんかちょっとこう、でもなんかしとやかな、かわいい系の方が、そうだね、見えたり見れる、確かに、確かに、なんか橋本環奈みたいな、顔はもう絶対的に橋本環奈、意外とちょっとサバサバしてるよね、まあね、それがなんかまたいいみたいな、ギャップね、そうそう、明るくて可愛くて、小松菜奈とか綾瀬はるかとか、そうだね、有村架純とか、かっこいいよね、顔がなんか昭和感があって、有村架純とかね、あ、みんなやっぱり石原さとみとかね、男は何、キムタク、ちょっと前だよね、ちょっと前だね、ちょっと古い、今は誰、なんか生田斗真とか、わかんない、山崎健人、山崎健人だ、中川大志とか、そうだね、真剣佑とか、真剣佑、アリス・イン・ボダランドの、山崎健人、大谷翔平も好き、私が振った男。ライブで大谷翔平かっこいいからどう、いいでしょってめっちゃ言われるのに、私はなんかさらっとタイプじゃないって言ったのに、なんかすごいめっちゃ失礼なこと言ったみたいな、なんでそんなこと言えるのみたいな、何様ですかみたいな、何様ですかみたいな、で最近ニュース確かに結婚したって流れてから、なんかもう街のインタビューでみんな女性、私結婚したかったみたいな、女性にこんなに人気だったんだって、私もあんまり知らなくて、なんかさらっと言っちゃったけど、言っちゃいけないんだそれはと思って、いや、まあでもまあでも海外でアジア人やっぱモテるよね。私も知り合いでね、日本人でロシアに留学してた、ね、若い子いるけど、もうモテまくりですねそれは。やっぱり、ね、今さらかな、昔アメリカ全然そういうことなくて、全然なかった、逆にアジア人だったらすごいいじめ受ける人も多かったし、男性だったら特になんか女の子だったらすごいフェッチで、男の子だったらなんかお前女性かよみたいな、すごいいじめられてる人が多いと思う。そうだったね。でも
も最近はやっぱり、ね、最近は K-POP の影響で本当に変わってきて、まあ、今は多分モテモテになってると思うんだけど、まあそのようにね、あのビューティースタンダードって時代によって変わりつつもあるけど、いつか私の時代が来ることを願って、あの彼氏できることをお待ちしております。はい、ありがとうございました。今日はここまでです。ありがとうございます。